トイック、アイエルツ、トップのどれかで受けたものがあれば、スコアを教えていただきたいです。あ、これ僕ですね、トイックだけ、なんかで受けたんだよな。高校、高3の時に受けたと思うんですけど、トイックね、あの、なんてなったかなあん、覚えてないんですよね。高3の時になんか、う、これ、言ったらあれなんですけど、なんか、当身に、t トイックを受けるといくらもらえるみたいな感じで、なんか、 よくわからんけど、トイック受けてお金もらえんなら受けようみたいな感じで受けて、トイック何も知らない状態で行ったので、満点とかが990点、今でこそわかるんですけど、だからもうそのレベルで、だったから、全然点数に印象がないんですよね。なんか点数見て、うん、これがいいのか悪いのかわかんねえってなった覚えがあるので、トイック受けたことあるけど点数覚えてないっていう、そんな感じです。はい。ちょっと、 なんか確かにトイック受けてみたいですね。あの自分の実力はどれぐらいのものなのか。いやでもなんかみんな900点とか9 0 0点とか言ってる人結構いて、それがマジですごいものなのか、あ,あ、意外と大学入試の東大合格者レベルなのかとかもわからないので <laughs>、なんかちょっとあの、挑戦してみたいですね。